首とは、頸部、すなわち、人体において、頭と胴体をつなぐ部位である。日本語ではまた、頭部そのものを指す場合もある。主位、主領、投手、選手などというように、本来の漢語における、首という字はもっぱら、トップ、頭、またそれらの原義としての、頭、頭部を意味する。これに対して、頸部を意味する本来の漢字は、首であり、頸部、首動脈。 長慶流などのように熟語にも用いられる。ところが日本語では、警部、頭部の双方を首と呼ぶ。もともと、日本語、首は、警部を刺す語だったが、戦闘や刑罰において、首を切って、頭を落とす残首各種の慣習が日本にあったことから、やがて、切り落とされた頭部自体をも、首と呼ぶようになり、さらには、頭部一般を刺す用法が生まれたものとされている。 ただし、頭部と頸部両方を意味する首の要例と残首の習慣がいつ頃から普及したかを調べることが本説の証明に必要と思われる。またその結果として、やがて漢字も混用され、一種の国訓として本来は頭部の意味であった首の字を頸部の意味に属用することが非常に多くなった。しかしながら学術用語を含む漢熟語類には、 こうした用法は存在せず、また、日本以外の漢字文化圏では、一切見られない用法でもあることには注意されたい。本校では、警部について、主に解説するが、最初に、文化や日本語にまつわる事象について、警部を意味する、首、頭部を意味する、首に分けて、簡単に触れておく。上述の通りこの言葉の原義であり、また、 いわゆる身体語として現代日本語の基礎語意を構成する単語。上のような経緯から漢字は首を当てることが多いが、文学的な表現などでは首を用いることもある。手首、足首、びわの首、とっくりの首、青首大根というように比喩的にも広く使われる。漢用句には首にまつわるものも多いが、首を長くする、首に縄をつける、 首を洗って待つといった、いくつかは、首を、頭部とすると意味が通らず、警部の意味でこの言葉を用いているものと考えられる。前述の通り日本語では、首という言葉が、切り落とされた頭部を意味するようにもなり、残首、各種をはじめとする漢語の用例から、首の字が当てられた。後に、語義は、頭部全般を意味するものへと広がった。とはいえ現在ではやや廃れた用法であり、 首を突っ込む、首が飛ぶといった、慣用句に用いたり、乳首、生首、首実験などの生後、複合後に化石的な形態素として見られる他は、あまり用いられなくなっている。思考という慣熟語が示すように、首を縦に振ることは、肯定を意味し、また、横に振ると否定の意味になる。こうした通念は、世界の一部を除き、多くの文化圏に共有されているものである。 クレー、エスアナトミー首と、頭部図1194実際に見た20代男性の、頸部人を含む、哺乳類の脊柱の頸部は7つの体骨で構成される。これらを頸椎という。頸椎は、典型的に C-1 から C-7 で参照され、おののの体体の間には、盤上の軟骨性の椎間板がある。首は、頭の重量を支え、脳から下って、 体に至る神経束を保護する。さらに、首は高度に柔軟であり、頭部を回し、あらゆる向きに曲げることができる。脊柱は、頂上から底部まで、前方に向かって、凸な形で緩やかに湾曲する。その湾曲は、脊柱のあらゆる曲線の中で最も目立たないものである。わせ組織の解剖がクワゴの下の正中線上に、絶骨帯。その直下には、 喉仏と,と呼ばれる女性よりも男性で顕著な甲状軟骨の突起を感じることができる。さらに下には容易に臨場軟骨を、それと首切れ根の間には、気管と甲状線胸部が形作られていることを感じ取れるだろう。胸骨甲状筋の外縁部は最も目立つ特徴である。それは前首三角と後首三角を分割する。前者の上部は、 額下線を含み、額下線は顎にある、後者本体の半分の真下に横たわる。総経動脈及び、外経動脈は、強さ関節から、科学核へ向かって伸びる。大駆使脳神経あるいは脊髄副神経が描く、ラインは、科学核と乳幼突起の中点から、胸骨向上筋腰円の中央まで、そしてそれゆえは特三角を横断して、 僧帽筋の真相面に至る。外形静脈は普通に皮膚を通して見ることができる。それは顎の隅から鎖骨の中央へと引かれる一本の線の上を走る。その近くにはいくつかの小さなリンパ線がある。前首静脈はより小さく首の正中線から1センチ半ほど下に走る。鎖骨は 首の加減をなし、首から肩への横方向の外見上の勾配は、僧棒筋に起因する。首は、その中に、上甲大動脈、気道、食道、神経、頸椎が通っている。首は、頭部と肩の間の脊椎骨の範囲を指す。これを魚類で見ると、この部位は災害に覆われた部位である。魚類ではこの部分は特に細くはなく、その可動性も限定的である。 つまり、両生類の段階で、エラが失われたことで、首が生じ、その部分の可動性が大きくなったと考えられる。ただし両生類では首を縦に振ることしかできない。爬虫類ではこの可動性は、より大きくなり、恐竜では、雷竜、化石爬虫類では、主張竜のような多数の頸骨を持つ細長い首を持つ。例もある。鳥類の多くは長い首を持つ。 これはこの類では、胴体がコンパクトにまとめられ、脊椎骨などに互いに予防があり、可動性が少ないことを補うものと考えられ、逆説的に飛行への適用と考えられる。つまり、飛行運動のために胴体がまとまった一体であることを求められることから、それによる前足と後ろ足の運動性が犠牲になることから、これを補うために頭が様々な方向へ動ける必要があり、 それが首を長くする方向の進化を促したと見られる。なお、主張流などでは、頸骨が多数であったから、首はよく曲がったと考えられているが、哺乳類であるキリンでは、頸骨は他の哺乳類と同じ七つであり、首はくねるようには曲がらない。上記のような定義からすれば、首は無脊椎動物には存在しない。しかし、実際には、 頭部と頭部とつなぐ部分は比喩的に首と呼ばれる例がある。また、この部分は頭部の運動性を決めるため、特にくびれていたり、細長くなっている例があり、それぞれの動物の特徴となる。そのため、首をその名に持つ例があり、以下のようなものがある。首は頭を自由な方向に動かせるために、大きな可動範囲を持つが、例えば人は真後ろを向くことはできない。しかし、 例えばフクロウ類はその可動性がさらに広くて顔面を真後ろに向けることも顔を上下逆さまに近い位置に曲げることもできる。このような動きはそれができれば楽なことが多いから日常的に無理に首を曲げようとして苦心することが多い。逆にそれが可能になったのを見ることはそれが異常なことであるのがわかりやすいために恐怖や嫌悪を感じさせる。 映画、エクソシストでは、悪魔きの少女の首が真後ろを向き、日本では妖怪に六六尾がある。なお、哺乳類の頸骨の数では、首はくねれないから、六六尾は実在すれば哺乳類とはみなしがたい。首が命とつながって考えられる理由は、個体の命を頭が握っているためである。個体の生命はそれを構成する細胞の生命に基づくが、 高等な動物ではそれを統括する役割を神経系と内分泌系及びその役割の中枢としての脳が果たしている面が大きい。しかし実際にその体を養っているのは消化系や循環系などであり、それはほぼ胴体が担っている。そのため頭部を胴部と切り離せば個体の生命は維持できない。つまりそれらをつなぐ部分である首を切り離すことは 確実に個体の生命を失わせる行為である。底部には、頭部からはが、また胴体からはが、狭くなった部分に含まれる。したがって、首は、強度的には、他の部分より劣った弱点である。例えば首の周りを締め付けることは、呼吸を止めたり血行を止めたりすることでたやすく、相手を制圧することができる。 このために紐を首に巻くような首を締めるというのは極めて有効な手段であるが、あまりにも致命的であるために格闘技においては禁じ手である場合が多い。また、自殺する場合にもこれは有効であり、自らの体重が首にかかるよう、輪の中に首を入れ、紐でぶら下がることで、自らの首を締めて自殺することを首吊り自殺という。格闘技などにおいては、首の強化は重要なものである。 柔道の締め技は、血行を止めることで相手を混沌させることを目的とする。より確実に殺す方法としては首を切り落とすのが極めて有効である。首を切るは命を奪うとほぼ同意義と扱われる。世界各地でも死刑の方法として首を切る例は多い。ギロチンはそのための専用機器である。日本の武士の伝統的自殺法である切腹も、 実際には解釈と称して、首を切る改造英訳がついて、実質的にはこちらが有効だった。腹を切る振りだけで解釈のみが行われた事例も多いという、ビクショナリーに首、首、首、ネックの項目があります。ありがとうございます。